すごく明るいその楽しい曲で、そのステップとかも考えてるのも楽しくて、もうその一度聴いたら忘れられない、そのすごく印象的な曲だなって。明るくて楽しい曲なので、あの歌詞をすぐに覚えられて、みんなもそのすごく楽しく歌ったりしています。色的にすごい苦いのかなと思ったんですけど、抹茶みたいにすごい飲みやすくて、あの思ったより小粒ですごい続けやすいなと思いました。あの学校行く前に朝15粒飲んでから学校行ってます。自分自身すごい好き嫌いが多くて偏食なんですけど、飲むようになってから体調とかがすごい整ってきて、部活にも毎日元気に参加できてます。野菜がすごく苦手なんですけど、バランスも取れたりとかして体調不良が少なくなってすごく安心します。音楽をしている時のみんなのちょっと生き生きとしたような楽しい様子が私たちの吹奏楽部の魅力かなと思うので、そういうところを見ていただきたいなと思います。シーク・ザ・シャインっていうテーマみたいなものを掲げているんですけど、みんながもっともっと上に行きたいって気持ちを持って輝こうっていう、私にとっては特に今年はその輝きが強い年なのかなと思います。